催眠療法っていうのはですね、1回受けただけではですね、思い出にしかならないんですね。例えば、ものすごく感動的な講演をしに行って、私はこれで自分の人生を余力するんだってですね、興奮していた自己啓発セミナーとかっていうのがあってですね、でその自己啓発セミナーの中では思いっきりですね、やる気になっていたんですけども、その自己啓発セミナーが終わってですね、喫茶店に入ってコーヒーでも飲んでると、ふーっと今までの自分に戻っていってしまうというふうな感じでですね、それと同じように催眠療法中にですね、ものすごくいろんないいことが浮かんでくるんですけども、受けただけでは思い出にしかならないんですね。それはなぜかっていうと、私たちの脳の中に、いろんな神経細胞がありまして、それらがこういうふうな感じでつながっているんですね。これは軸索っていうふうな神経繊維なわけなんですけども、でそれでつながっていると。で、催眠療法をするとですね、新たなつながりが本当でできるわけなんですね。ところが、この新たなつながりっていうのは、電線に例えると裸電線と同じような感じで、漏電とか光線とかしてしまってですね、やがてこれが切れてしまうと。ところが、催眠療法を受けた後、受けっぱなしにするんじゃなくて、自宅での自己催眠を続けていくと、さっきの両手の指の中にぐっと握りしめとかっていうのを聞きながら自己催眠を進めていくとですね、このところにですね、この髄鞘っていうですね、鞘がかかると。で、これは電線に例えると被覆電線と同じようになってですね、漏電とか光線とかしなくなるだけでなく、信号の伝達速度が100倍速くなってくるっていうものすごいことが起きちゃうんですね。そこで、自分がですね、眼部実現、それから自己実現のための新たな高速脳内ネットワークを作ることができると。だからこれを受けただけだと、思い出にしかならないんですけども、日々の自己催眠を続けていくとですね、自分の中にこういったものができてしまうと。そこで人生がどんどんうまくいっていくと。ところが、この髄鞘化するまでは100日から数十年かかると。で、これを昔の人は経験的に知っていて、お百度参りというふうな言葉を作ってるわけなんですね。ですから、催眠療法を受けた後は日々の自己催眠というふうなものを行っていけるように、ラディアンスの催眠療法は、アフターサポートがついていると。ところが、他の催眠療法をやるところでは、催眠療法を受けたらですね、また催眠療法を受けに来てくださいねという終わりになってしまって、こういうふうなアフターサポートがついてないんですよね。で、ラディアンスでは、そういったことをソニーで一生懸命研究してきたので、これが重要だということが分かっているので、アフターサポートをつけて自己改善を確実にできるようにしているということになります。で、どんなアフターサポートがついているのかっていうと、両手の指の中にギュッと握りしめの自己催眠用の誘導ファイルが先ほどのメンバーサイトの中にも入っておりましてですね、そして日々の自己催眠100日間という自己催眠用のワークブックがついてくると。で、これとこれだけでもですね、自己改善ができるんですけども、どうしてもこれだけだと、くじけてしまう場合があると。で、それなんでメールサポートがついてますよと。メールが定期的に送られていきましてですね、でそれも4年間にも、実は6年間行くんですけども、非常に長い間メールサポートが行ってですね、でこのメールにですね、いろんな質問事項と、それからアドバイスが書いてありまして、質問事項に返信して、もらうことになっているんですけども、そうすると適切なアドバイスをずっとラディアンスから送り続けることができるということになります。それから、この催眠の意識状態っていうのは、いいアイデアが浮かんできたと思うんですけども、日常生活においてもいいアイデアが浮かんでくるっていうことがたくさんあると思いますが、だけども、そのいいアイデアが思い浮かんできても、それをメモしておかないとですね、全部忘れちゃうってことが、なんかいいアイデアが思い浮かんできたなと、じゃあそのメモしてみようと思った時にメモ帳がなかったりなんかすると、きっと後で思い出せるだろうと思ってですね、そのままにしておくと、なんか思い出せないということがこれまでたくさん体験したと思うんですけども、それと同じような意識状態が催眠の意識状態なんですね。で、それなんで、催眠中に喋った内容をパソコンを使ってですね、全部ここでブラインドタッチをしてですね、書いちゃうんですね。ものすごくこれは訓練が必要なんで、ラデンス以外のところではこういったことはしていないんですけども、こうやって書いておくと、何を言ったかっていうのを後で思い出すことができると。ところが、他の催眠療法をするところだと、ここに催眠を受ける人が座って、催眠をかける人がここに座ってですね、このメモをちょっとこの人がするだけでですね、こういったパソコンでタイプするってことはしてくれないんですよね。ですから、催眠中に喋った内容を次から次へと忘れてってしまうっていうふうなことが起きると。それではとてももったいないので、何しろですね、こういうふうな人生の目的の実行法とかですね、こういうようなことをですね、たくさん喋るんで、それの記録がなくなってしまうのはもったいないと。それでしっかりとこれがですね、メモができれば、後で自分のですね、自己改善の様子を観察することが容易になってくるということな